be good for me. Lately I've...さあ始まりました。本日フローキーのチャート分析をさせていただこうかなと思います。今株式それから仮想通貨市場に本当に嵐が迫っている、嵐が直撃したような、状況かと思いますので、非常に皆様のね本当に投資苦しんでいる方多いんじゃないかなと思います。まだまだですね、この金融政策、アメリカの金融政策ですね、 FOMC、昨日終わりまして、まあ、ちょっとどうなのかなというところ、皆さん興味津々だったと思うんですが、非常にまずいんじゃないかなと思います。今年はとにかく利上げをね、また回数を増やしたりとか、それからレートですね、この利上げの幅を広げていくような声明がねこれから出てくるかもしれませんので、それから今日ですね、フェドの高官がですね発言ができるような期間が今日からまた始まりますので、まあ、今日の夜とかですね、まあ、夕方とかに、ちょっとその FOMC に対しての追随するようなね強烈なメッセージが出なければいいなと、ちょっと戦々恐々してるんですけども、まあ、状況的にはそういうまずい状況だっていうのをしっかりお伝えしておきます。ならば、じゃあどういうことができるかというところなんですけども、今は市場になるべくお金を投入しない。だけども投資をしていかなきゃいけない。じゃあどれを買えばいいんだって話だと思うんで、今日はフローキーをちょっとご提案ということですね。ご提案というわけじゃないんですけども、こういう投資もあるのではないかと。今は市場に100万円を投入するような、まあ、1億円でもいいかもしれないですけど、1億円でも100億円でも100万円でもいいんですけど、とにかくその幅をちっちゃくしましょうということをお伝えしたいと思います。まあ、下がる可能性が高いところにお金を入れといてはいけないし、これから入れちゃいけないと思います。もう入ってるものは致し方ないと思いますので、それぞれの対応になるかと思うんですけども、これから入れるときですね、これは1万円の方が100万円よりいいんじゃないかって話をちょっと今回、させて、フローキーを使ってちょっとフローキー犬ですね、こちらを使ってご紹介していくという流れになりますので、最後までちょっと聞いていただければと思います。昨日もですね、ちょっと犬系の、まあ、そういうとにかく市場にお金を入れないという、まずね今年はそういうテーマでお伝えしている内容の続編ということでフローキー取り上げてます。昨日ちょっとフローキー入れてなかったので、今回ちょっとね改めてフローキーの動画を作ってみようということでお届けしております。まあ、とにかくフローキーを買おうということでは決してなくて、フローキーのようなものをですね今は買った方がリスク減らせるんじゃないかという話です。ただね、あの1万円買うにしても大事なお金だと思いますし、全然ちっちゃくはないので、その大事なお金を逆にどれだけ増やせるかっていうテーマで、まあフローキーだけじゃないんですけど、他のでもいいんですけども、とにかく今100万円の使ってビットコインを買うよりはフローキーを買った方が収支が意外といいんじゃないかっていう話をさせていただいてます。まあ詳しくは昨日の動画を見ていただけるとより分かりやすいのかなと思います。まずフローキーの、ね、状況どんなものかというところですね。ちょっと日足のチャートで確認していきましょう。フローキーのチャートなんです。この見てください、ちょっと下髭がめちゃくちゃ長いんですね。まあ、これは草コインと言われるね、時価総額が低い仮想通貨においてはこういうことよく起きるんですけども、いきなりちょっとね半値ぐらいになったと。でそこから一気に戻してきているので、この下値付近で買えた方は結構な爆益取れてるんじゃないかなと思います。この南極の中ですね、こういうことが起きるのが、まあこういうフローキーだったりするわけなんで、まあ、こういうことをちょっとお伝えしていきます。でそれからフローキーっていうのはただの N 系仮想通貨と思いきやですね、いろいろ今これからね NFT のマーケットにも使用されてたりしますので、結構盲点なんですね。可愛いだけじゃないよっていうね話でありますし、本当に1万円が10万円になったりとかですね、100万円になる可能性はゼロじゃないし、面白いんじゃないかなと思うので、最後までしっかり聞いてもらえればと思います。ビットコインが例えばですね、100万円が、まあ、50万円ぐらいの半分になっちゃったとしますよね。でそうすると50万円のマイナスですけども、こちらもしかしてフローキーヌがですね、ここから2倍になったら1万円利益出ます。それから10万円になったら10万円な9万円の利益ですよね。それからもし100万円になったら99万円の利益ということなんで、明らかにフローキーの方がちょっと安全じゃないかなと思い、負け、例えばこれが0になっても1万円の負けで済むんですけども、ビットコインの1万円負けてすぐ来ちゃうじゃないですか。その違いですね。で、今はとにかく市場にお金を少なくしないと、どんどん下がっていくような兆しのマーケットですので、危ないと思います。本当に気をつけましょう。はい、ということでですね、それからこちら保有者も結構ね10万人以上いるということで、かなりね規模はそれなりにあるということです。それから一番特徴としては、まあ、NFT のこのマーケット、先ほどね使われていきますよと、まあ、今されているんですけども、まあ、キューレートというところと、あとは
クリプトカードっていうところですかね。こちらで今使われ、まああまり日本では馴染みがないんですけども、まあ日本とかでもね、これからまあこういうのが増えてくると思いますので、あ、キューレット知ってるよとかね、いう方もいるかもしれませんし、まあ増えてくると思います。ですので、こういうところで使われてますよというところなんで、あとそれからですね、ゲームにもね、使われるというか、開発したりとかしているような状況もありますので、ちょっと今後のね、NFT だったり、ゲームだったり、ちょっとポイントを抑えてるなというところもあります。それから保有者もある程度揃っていますし、10万人以上いるということですからね。それから一番の特徴としては、この取引にされするとですね、8% の再分配が税金として発生します。ということはどういうことかというと、まあ、保有者にですね、4% ずつ分配される、ちょっとざっくり言うとそんなイメージなんで、まあ、とにかく持ってれば持っているほど、通貨数が増えていくみたいな感じになるようなイメージですね。なので、ちょっと特色が面白いんですよね。持っていると、なんか増えていくみたいなイメージなんですね。わかり、ちょっとざっくりでこの辺は詳しくは見てほしいんですが、まあ、いろいろと面白い背景もあるよということで、非常に面白いんじゃないかなと思いますね。今回取り上げております。まあ、ただ値段の方ですね、まあ、乱高下してるわけなんですけども、まあ、柴犬とちょっと似てるような状況で、かなり危ないですよね。下の方にまで突き抜けてきていますので、まあ、買うとしても面白い買い時ではないかなっていう形にも見えるかもしれません。まあ、もっと下がるような感じもするんで、まあ、そこは自己責任なんですけども、まあ、ですので1万円ぐらいならばっていうね、1万円も大事なんでね、むやみにこう、扱うわけじゃなくて、まあ、ちょっとイメージの話でね、まあ、1000円でもいいわけですけども、まあ、それぐらいでいいんじゃないのっていうことですね。これをやっぱり自分の、例えば100万円、貯金ある方でしたら100万円フローキーっていうのは私も全然勧められないんですけど、100万円のうちの1万円ぐらいならいいんじゃないのっていう話です。で、さらに今の状況、先ほど言った相場の状況がそれに合致してるんですね。1万円減らしてぐらいならまだ OK じゃないっていう、取り戻せるんじゃない。ただビットコインで50万とか20万とか30万とか減ってしまうような相場になっていく状況が可能性が高いので、今はフローキーはもしかしたら救世主になるかもしれません。ですので、草コインだからとか犬コインだからといってバカにするんではなくて、しっかりこういうものも投資に逆に入れる時期が来ているのかもしれないです。で、さらに先ほど言ったようにゲームで使われたり NFT、で、それから先ほど言った 4% ずつのね、再分配というところ、ここに注目をすると、フローキーっていいんじゃないって、1万円じゃ足りないのかなと思うかもしれません。とにかく、ただ今年は1万円ぐらいで十分、その 1% ぐらいで十分だよっていうことなんで、まあ、たくさん持ってる方は10万円になるかもしれません。逆に100万円持ってない方で10万円だったら1000円になるわけですよね、計算上は。机上の空論ですけども。まあ、そういう状況で今は対処しましょうということです。とにかく市場にお金をどれだけ減らして守れるかっていう戦いが今2022年、見えにくいんですが、実際来ておりますので、まだまだ株式、それから仮想通貨はどちらかというと値下がりする可能性が非常に高いと思います。どれだけ下がるかは読めないですけども、まあ極端なこと言うとね、半分とかになっちゃうのもあるかもしれないですね。上がってるやつだったりすると、ちょっと危ないと思いますので、今は買い増しをね、例えばビットコイン100万円とかするというような方もいらっしゃると思うんですが、そこをフローキー1枚にした方がリスクちっちゃいんじゃないっていう話をさせていただきました。ちょっとですね、抗うような形になるかもしれないんですが、今はとにかく負けないことですね。こちらに注視していかないと、大事な、本当に大事なお金がですね、少し減っていくだけだったらまだ救われるかもしれませんが、かなり減っていくような状況もないわけじゃないですよね。ですので、ちょっと気をつけてください。まあ、最後にちょっとフローキーの全体的なチャートですね。これを見ていくと、まあ、どんなところまで上がっていけるのかなというところなんですけども、まあ、ピークが 0.035 ということ。まあ、ここはなかなか超えられたらすごいことになりますけども、どこですかね。ちょっとこの辺もよくわからないですね、正直ね。まあ、ただ、柴犬とかの動向も、まあ、睨みながらですね、まあ、買っていくのはいいんじゃないかなと思いますし、まあ、少額ならね、持っていて、まあ、本当に放置して、まあ、10年後ぐらいにちょっと、売却とりあえずしてみるかということで、1万円がどこまで増えてるか、それともなくなっているのか、ちょっとそこまでもわからないんですけども、まあ、ただ状況的には先ほど言ったようにね、NFT、それからゲーム、それから分配ということがありますので、そんなに悪いパフォーマンスでは決してないような気はします。一つね、投資のアイデアとして、こちら、フローキー犬とかですね、他のもありますので、まあ、ランキング、今2000、
3000円ぐらいだと思うんですが、まあ、その辺のやつをちょっとね、1万円ぐらい買ってみるというやり方で、仮想通貨を長く太く楽しむと。細くかもしれませんけどね、ちょっとわからないですけども、まあ、ぜひね、フローキーね、など、まあ、フローキーだけじゃないんですね、本当にね、いろんなのありますので、しっかり調べていただければと思います。今回の説明としては、フローキーが一番皆様にお届けしやすいのかなと思って、ちょっとピックアップしてみました。ぜひね、皆さんも他に何か、いや、こっちのがいいよとかね、まあ、皆さんの方が詳しい方もたくさんいらっしゃると思いますので、まあ、これがいいかなっていうのが、もしご存知でしたら、ぜひコメント欄の方にシェアしていただけたらと思います。ちょっと理由などもね、分かりやすくちょっと書いていただけるとお手数なんですけども、ぜひよろしくお願いいたします。本当に今仮想通貨、それから株式が緊急事態でありますので、皆様と一緒にね、本当にチーム戦だと思います。投資もね、一人でやってても何も面白くないですから、皆様と一緒にね、頑張っていきたいと思いますので、これからぜひね、チャンネル登録まだの方はぜひね、チーム一丸となってこれからも戦っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では今回ちょっとフローキーのご紹介させていただきました。また面白そうな仮想通貨見つかり次第皆様にシェアさせていただきますので、次の、面白い仮想通貨YouTube ですね、こちらもぜひ、楽しみに待っていただけたらと思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。